はい、こんにちは、ブルーホースです。ハーバード心理学20日、切りのいいところまで来ましたね。まあ、実はこのワーク全体が52個ありますんで、まあ、20日って別に切りのいいところではないんですけど、まあそんな話はいいとして、早速今日も張り切ってやっていきましょう。ということで、20日目なんですけれども、今日のテーマに関しては、いいところを探しましょうということです。はい。ね、もう今の現代ですね、ネットが発達しましたよね。でもちょっとした有名人とか、それから、まあ、インフルエンサーと呼ばれるような SNS 上にいるような方々がちょっとした発言をするとすぐに炎上するような日々なんですよね。確かに本当に外した発言っていうのもところどころ見当たるんですけれども、それだったらもう袋叩きにあっても仕方ないなっていうふうには思ったりはするんですけど、まあ、そんなことにさ、あんなに言うっていう風に袋叩きにするのがもう当たり前の毎日なんですね。で、残念ながらもう本当に痛ましい事件として、去年の春から夏にかけて、ね、叩かれた方が自殺をされるっていう悲しい事件もあったりしました。で、人が人を攻撃しやすい時代、しかも匿名で誰がやったかもわからないという形で攻撃しやすい時代だからこそ、いいところっていうのを探してお互いを高め合う、そして喜びを分かち合えるような環境を作っていこうというのが今日の大きな目標になっていきます。はい。で、ある違いっていうものなんですけれども、まあ、2人の人物を比べてみましょうということですね。で、 A さんっていうのはこんな人です。はい。もう自分自身のやりたいことっていうのもほとんど実現させて、で、莫大な富を手に入れて億万長者ですわ。もうお金でお風呂ができるみたいなくらいね、億万長者で幸せになりうるっていう要素を人から見たら全部持っているにもかかわらず、いつもなんか憂そうにしているのが A さんですね。はい。で、一方で B さんっていうのは、もう何度も失敗を重ねてもこんなんな状況に陥っているんですよ。もう例えば借金をしたりとか、いつも人から後ろ指さされたりとかね。で、誰がどう見ても厳しい、もうこの人の人生だけ私は嫌っていうような人生を送っているように見えるんですが、でも B さん本人はケロッとして毎日生き生き楽しそうにうひゃーっていう感じで生活を送っているというようなパターンなんですね。で、これ一体何が違うのかっていうと、実は幸せ、幸福っていうものは誰が決めて、あなたは幸せだと、不幸だと、だからこの喋っている私が動画を見ているあなたに対して、幸せですよねあなたは、不幸ですよねあなたはっていうのを決めつけられるものでは決してないんですよね。同じ出来事であったとしても、自分自身がこれは幸せだなとか、これはきついっていう主観的に解釈する心の働きによって決まるものなんですよ。だから例えばね、テニスの大会で優勝しましたという一つの出来事がありました。先ほどのお二人を例に挙げると、 A さんだったら優勝はしたけど相手に点取られすぎたし、全然もう課題ばっかり残って、そんな優勝なんかどうでもええわ、嬉しくないって思っちゃうんですよね。で、 B さんっていうのはこれまできつい練習がもう全部報われた、しゃもうなんて最高の瞬間なんや、もうトロフィー掲げてはしゃぎまくるっていう、写真撮って写真撮ってわーって、でメダルかじって、いや美味しいって、ああチョコ出てへん、まあ当たり前なんですけどね、っていう風に達成できなかったことを悔やんでしまうのか、それとも優勝したことを喜ぶのか、もう課題がいっぱい残った自分自身のことを責めるのか、それとも優勝した自分のことを褒めたたえるのか、ね、優勝したっていう出来事を一つっていうのは確かに出来事として事実あるんですけれども、同じ出来事にもであるにもかかわらず解釈によって意味が変わってくるっていうことなんですね。ここから自分の幸せっていうのが同じ出来事でもどうかっていうのが決まってきますよっていうことなんですね。うん。で、マイナスなことに対して、要は借金を負いましたとか、人から嫌われましたとか、いじめに遭いましたとかっていうような出来事に対して免疫力のある人っていうのは確かにないんですよ。ところが悲しいことは悲しいし、辛いことは辛いし、一方でしかし、どんな状況であったとしても、そのマイナスの出来事を含めていい部分っていうのを見つけることができるっていうのが確かに人としているんですよね。で、そんな彼らっていうのは他の人の成功を自分のことのように喜ぶ、はしゃぐ、え、お前が達成したっていうくらい喜ぶことができる人もいますし、挫折や失敗っていうのを次のチャンスに変えることができるっていう人もいます。で、その一方で
なかなか難しいんですけれども、周りがどんなに羨む生活を送っていても、例えば美女に囲まれているとか、それからお金がいっぱいあるとか、もう休みばっかり、仕事きついこともしなくていいとかっていうような生活を送ってても、自分は幸せではないっていうふうに思い込んでしまって、いつも不満ばっかり抱えて生きているっていう人もいたりするんですよね。でそんな前者ですよね、要はチャンスいっぱいものにできる人ですよっていうのは、いいこと探しの名人っていうふうに言ってます。で起こった出来事っていうのを最高のものにすることもできますし、物事をポジティブに捉えることっていうのができますと。で成功と失敗したその両方から恩恵を受けることもできるんで、世の中はもう自分にとっても成長のチャンスしかない、チャンスに溢れてるっていうふうに思うことができるっていうタイプの人ですね。その一方で、じゃ あ何でもかんでもマイナスに捉えてしまう人は一体何かっていうと、荒探しの名人っていうふうに言うんですね。もう起こった出来事に何でもかんでもケチをつけると、でどんなに成功しても幸せっていうのはもう一瞬、儚いもので、失敗を重ねることで自分はもう不幸のもとに生まれたのよっていうふうに悲劇のヒロインになりたがるっていうタイプだったりするんですね。でですね、自分自身にちょっと問いかけていただきたいんですけれども、何かというと、あなた自身はどっちのタイプでしょうか。いいこと探しの名人ですか、荒探しの名人ですか。でもしも荒探しの名人であったとしたら、もう全部をいいこと尽くしにしていきましょうっていうのは、なかなかシフトしていくのは難しいとは思います、正直。なのでどういった分野だったらあなたの才能を生かしていいこと探しの名人になれるでしょうか、ということで、まずどっちのタイプ、そしてどうやったらいいこと探しの名人になっていけるか、この2つをですね、ぜひ考えてみてください。で過去を捉え直すということなんですけれども、いいこと探しでの名人になるための第一歩ということで、やっぱり人の穴を探したりとか自分の穴を探すよりも、いいとこ探す方が健康にもいいし、充実感も達成感も満足感も得られるということなので、いいこと探しを目指していきましょうということなんですね。でまずは過去の出来事に対する認識を変えていくことっていうのが大切になってきます。認識をしなすことで、失敗したマイナスの結果っていうものを乗り越えることができるんですよね。よく聞く言葉として、過去は変えられないが未来は変えられると、他人は変えられるけど自分、他人は変えられないけど自分は変えられるみたいなことを言われたりよくすると思うんですよ。なんか名言のなんとかとかって出てくると思うんですが、ブルーホース、私自身ですね、っていうのはずっと逆だと思って生きてきたんですよ。だって未来っていうのは今この瞬間動いた結果と伴うことだから、今ジタバタしたところで何かしら未来がそんな変わるっていうことはありえないわけなんですよね。例えば僕が今ここでベラベラ喋ってたからといって、喋るのをやめた、喋ったっていうので明日食う飯変わるかよって言ったら変わらないじゃないですか。ところが過去っていうのは確かに事実としては変わらないかもしれないですよ。そのテニスの大会で優勝したっていう事実は変わらないかもしれないんですけど、その優勝したっていう解釈さえ変えることができれば、良くないと思っていたこともいい思い出に変わるんですよね。過去僕のこのハーバード心理学のシリーズの中で、父親と僕が裸で向こうは服を着た状態で、なんちゅうカオスな状況だっていう話なんですけど、殴り合いをしてない、おやじと掴み合いの喧嘩をした過去もあったりするんですよね。で、仲良くできている今から振り返れば、過呼吸を起こしてへたり込んで、倒れたっていう経験なんですけど、僕のその思い出っていうのは、当時は確かにその過呼吸を起こしたし、父親を殴りそうになってしまったっていう罪悪感によってきつかったって思うんですけど、今はそういった仲良くなれたっていう状況を鑑みれば、あの経験、体験、良かったなっていうふうに思えるんですよね。で実はキングコングの西野さん、煙突町のプペルで今映画やってますけど、もう同じことを近代の卒業式で言ってたんですよね、なので僕はキングコング西野さんのようになれる才能が実はあるんじゃないかな、それはうぬぼれるという話なんですけどね。ということで、本日のワークになっていくんですけれども、本日のワークはですね、バンということで、あなた自身の過去辛かったこととかしんどかったことっていう、その経験から何を学ぶことができて、どう成長できたかっていうことを15分間、瞑想チェックで結構ですので、ぜひ思い出して考えてみようということです。で、その出来事っていうのを荒探しの名人として解釈をしてみてください。そして2つ目に、いいこと探しの名人として解釈してみてください。で例えばどういうことかっていうと、試験に
資格試験に不合格した経験っていうのをもしお持ちの方だったら、ぜひそれで考えてみていただきたいんですが、あら探しの名人だったとしたら、勉強してこなかった自分のことを恥じて不合格したことを悔やむっていう視点が浮かぶと思うんですよね。でいいこと探しの名人だったとしたら、勉強が足りなかったっていうことを素直に反省して次に合格するための勉強をし直したっていう考え方、要はチャンスだって、この不合格っていうのはもっと自分が知識を深めていくためのチャンスなんだっていうふうに捉えるという考え方ができるということなんですね。でいいこと探しの名人として考える場合は、別にそのこと自体、勉強し直すとかっていうこと自体が一番いいことかどうかっていうのはもう全然考えなくていいです。でそれが絶対に幸せになるといった制限っていうのもつけなくてもいいです。その経験が自分の今後の人生においてどんなチャンスが巡ってくるのかっていうことをぜひ考えてみてください。例えばですけど、ただの資格ホルダーになるっていうのではなくって、実務に落とし込んで誰よりもその勉強した内容っていうものを理解して実践できる実務者になるチャンスだとかっていうふうに過去の経験の解釈を変えることによって、今のあなた自身の人生、これからの人生にどんな影響のプラスの影響を与えることができるのかっていうことをワクワクドキドキしながらぜひ考えてみてください。でよくあるのがただの資格ホルダーになってしまって、資格を持ってるけど全然知恵としてアウトプットできないっていうタイプの方もいらっしゃるので、そうならないために自分にチャンス、勉強のチャンスが巡ってきたんだっていうふうに捉え直せるかどうかっていうことが大事ですねっていうことです。ということで本日の動画は以上となるんですけれども、最後にですね、本日の動画が面白かったなとか役に立ったというふうに思っていただいたら、ぜひチャンネル登録ボタンとグッドボタンよろしくお願いいたします。ということで次回の動画でもお会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。